はい、こんにちは。本日は軽自動車の月間販売台数見ていこうかなと思います。2019年の1月ホンダ Nboxが第1位、2月ホンダ Nboxが第1位、3月ホンダ Nboxが第1位、4月ホンダ Nboxが第1位、5月ホンダ Nboxが第1位、6月ホンダ Nboxが第1位、7月ホンダ Nboxが第1位、8月ホンダ Nboxが第1位、9月ホンダ Nboxが第1位、10月ホンダ Nboxが第1位、11月ホンダ Nboxが第2位、ホンダ Nboxが第2位っていうことなんですよね。はい、先月11月の月間販売台数軽自動車発表されまして、なんとホンダの Nboxがダイハツのタントに抜かれるという、こんなことが起きたわけですけども、10月までずっとホンダ NboxNBOX販売台数第1位の座を守り続けてきたんですよね。26ヶ月連続月間販売台数ナンバーワンということで守ってきたこの座を、なんと11月にダイハツのタントに抜かれるという、まあここまで来たらなんだろう、個人的には少し残念なことが起きてしまいました。いつまで Nboxの1位が続くのかなと思ったら、なんと予想だにしない先月抜かれてしまったわけなんですけど、不思議な現象が起きてるんですよ。10月の月間販売台数なんと3位なんですよね。1万1000台だったんですよ。それがなぜか11月になったら1万台以上増えてるんですよ。こんなに月間販売台数がいきなり増えることってざっと見た限りないんですよね。決算前ぐらいですよね。例えば一番月間台数が増えてるのって9月っぽいんですよ。9月の月間台数を見ると上半期の決算なんですよね。で Nboxが 28,484 台売れてるんですね。タントが 21,858 台、これが8月の月間台数を見てみると、ホンダの Nboxが 18,282 台、ダイハツのタントが 16,838 台ということで、9月はものすごい増えてるんですよね。 Nboxで1万台、タントで5000台増えてる。9月はもう軒並み他の車種もバンと上がってるんですよ。なんですけど、この11月はタントだけがものすごい伸びてるんですよね。何かあったんですかね。キャンペーンを行ったんですかね、ダイハツのキャンペーン。他のダイハツの車見てみてもムーブなんて減ってますもんね。10月はムーブ7621台なのに対して11月は6775、それからダイハツのミラに関しても5363、それが11月は5459とほとんど同じなんですけど、ダイハツのタントだけが1万台も伸びてるというわけのわからんことになってるわけなんですけど、何があったのかと不思議なんですよね。で他の月もざっと見て気づいたこといくつか申し上げますと、販売台数の多い月っていうのがまず3月だと思うんですよ。年度末決算の時期なのでめちゃくちゃ多いです。ホンダの Nboxが 26,418、 スズキのスペーシア 18,848 で、タントも同じぐらい、ムーブ、デイズ、ワゴン R、 1万台を超すような車がババーンと出てくるんですよね。まあ2月もそこそこ多いんですよね。年明けの1月めちゃくちゃ少ないんですよ。1月って販売台数がこんな下がるのはなんでなんですかね。まあ3月の決算時期と比べても7000台ぐらい Nboxは下がりますし、スペーシアだって4000台ぐらい下がりますし、なんですけど一番月間台数が少ないのはなんと10月なんですよね。10月ものすごい少ないんですよ。ホンダの Nboxだったらもうだいたい2万台近くまで行ってるのが1万5000台ぐらいになってしまってますし、まあ他の車も軒並みガクンと販売台数落としてる。で1万台を越してる車が3台しかないんですよね。っていうのも上半期の決算時期のこの9月の販売台数がものすごい多いんですよ。ホンダの Nboxが 28,484 台と、でタントも 21,858 台、2万台越す車が2台も出てくる。日産デイズも 17,841 台だし、スペーシアだって1万5000台超えて、ムーブ1万3000台と、9月の月間販売台数ものすごい多いんだと気づきました。その反動で10月の販売台数がこんなにガクーンと一気に落ちてるんですね。半分ぐらい減ってますもんね、ホンダの Nboxなんて。1月から11月までバーあと販売台数見ていって気づいたのが、ホンダ車 Nboxy 外ほとんど見当たらないぞということなんですよ。 Nboxしか入ってこないんですね。今やホンダといったら軽自動車の王者みたいなイメージを持ってたんですけど、 Nboxだけですね。10月を見ても
ホンダは NBOX 以外ないんですよ。9月は一応 N ワゴンが入ってるんですよね。14位に新しく出たフルモデルチェンジした N ワゴンなんですけど、この N ワゴンも現在生産ストップしてるんですよ。ブレーキの不具合だと思いますけど、こんな状態がホンダの車全体的に見られると、基本的にはもうホンダは NBOX 以外ないんだということに気づきました。でそれからジムニー、例えば11月を見てみると、スズキのジムニーがだいたいどの月を見ても12位13位ぐらいに入ってくるんですよ。ジムニーといったら生産が全く追いついてない車なんですよね。あまりの人気に、僕が見積もり取らせてもらったのが確か8月ぐらいだと思うんですけど、その時も1年待ちの状態でした。ジムニー生産が未だに追いついてない車なんで、2000台から3000台ぐらいしか生産できないみたいですね、こう見てると。でそれから三菱の EK ワゴン、 EK クロス、一応15位以内には入ってくるんですけど、だいたい10位ぐらい。三菱車のシェアっていうのはものすごく低くなってしまったんだなと思わざるを得ないですよね。直近の11月だと2487台なので、かなり少ないなというイメージですね。であとはなんといってもスズキとダイハツものすごい強いなと。どの月を見てもスズキとダイハツの軽自動車、まあ軽自動車を専門に作ってるメーカーなので当たり前かもしれないですけど、ものすごい入ってくるんですよね。ホンダ NBOX に目を奪われてたんですけど、まあ11月で見てもダイハツ、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 ダイハツと、これだけダイハツの車が入ってくる。でスズキに関してもスズキ、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 スズキと、あここもだ、ハスラーもですね、ハスラーもスズキ、スズキとダイハツの軽自動車の比率がものすごく高い。それから日産も意外と強いんですよね。まあ意外とという言い方したら失礼かもしれないですけど、なんか最近日産の車あまり売れてないイメージだったんですけど、デイズは安定して上位をキープしてますね。基本的にこの上位4車種っていうのはほとんど変動がない車ですね。ダイハツのタント、ホンダの NBOX、 スズキのスペーシア、そして日産のデイズと、この4車種に関しては軽自動車各メーカーのエーストップ4となってるみたいです。ただ日産デイズに関してはたまに5位とか6位に落ちます。それはフルモデルチェンジ前の日産デイズなんですけど、例えば3月の販売台数を見てみると日産のデイズは5位に落ちちゃうんですよね。3月の月末ですよね、28とか29日ぐらいに日産デイズがフルモデルチェンジしたんですよね。だから実質的には4月になるんですよね、フルモデルチェンジ後のデイズというのが。で4月を見てみてもまだ5位だと、まあおそらくまだフルモデルチェンジ後の新しいデイズが供給されてないので順位が上がってこないんだと思うんですけど、これが5月になってくると順位が2つも上がります。日産デイズで販売台数に関しても2000台以上上がっていって、で6月になるとどうやらようやく供給が追いつくのか第2位になってますね、14,462台と。で7月も日産デイズは2位をキープしてるんですけど、この時点でダイハツのタントがフルモデルチェンジするんですよね。で8月の販売台数は入れ替わると、日産のデイズが3位、ダイハツのタントが2位と。9月の月間販売台数もタントが2位ですし、10月に関してはタント3位なんですね。ここで1回販売台数を落とす、そしてなぜか11月2月にわけのわからないぐらい売り上げを伸ばすという現象が起きてるんですよね。他のメーカーに関してはだいたい同じように推移してるのにもかかわらず、ダイハツのタントだけ、同じダイハツの車でも他の車はそんな伸びてないのに、なぜかタントだけが倍伸びてるっていう不思議な現象が起きてるんですよ。何が起きたのか、もしかして11月ダイハツのタント何かセールキャンペーン行っていたのかと思わざるを得ないですよね。事後報告ではあるんですけど、タントに関しては11月が買い時期だったのかもしれないです。これによってタントは5年ぶりに月間販売台数1位に返り咲いたということになります。でこうなってくると気になるのが、まだ見ぬ12月の月間販売台数がどうなるか、このままタント維持できるのかどうか、それともホンダの NBOX が抜き返すのか、皆さんの予想を教えていただきたいです。僕はなんとなく NBOX は12月でまた抜き返すんじゃないかと思っております。ということでですね、今回は以上になるんですけども、最後にざっくり1月から11月までの販売台数見ていこうかなと思います。まず1月ですね。1月から10月までホンダの NBOX に関してはずっと1位をキープしてると。で基本的にはこのスズキのスペーシアや日産デイズ、ダイハツタント、この3車種が月間販売台数いろいろ入れ替わるっていうイメージですね。でその他の車になるとやっぱりダイハツとスズキが多くて、三菱に関しては全然順位伸ばしてこないです。ただ一定数の需要があるのか、低い順位
ではあるんですけど、キープしていくイメージで、トヨタのピクシスが15位内に必ず入ってくるんですよね。ピクシスはダイハツの OEM ですよね。車種がちょっと出てこないんですけど、まあそういった感じで大体流れていくんですよ。2月になってもトップ4はこのように変わらず、三菱は人気があまりなくて、でそうそう、ジムニーは大体12、13位をキープしてるわけなんですよ。生産台数が大体2000台から3000台ぐらいと、バーンと一気に生産したいところだと思うんですけど、生産が追いつかない状態ということです。そして3月は一気に販売台数を伸ばします。ここで日産が5位に落ち込んでしまうんですけど、これは残念ながらフルモデルチェンジ前ということで買い控えされたんじゃないかなと思います。そして年度初めの4月は3月の反動もあって一気に販売台数を落とします。全メーカー同じですね。ガクンと販売台数が落ち込みます。なのでやっぱり4月は単純に金額高くなりますよ。どのメーカーの営業さんも同じことをおっしゃるんですけど、決算時期は車の値引きに影響しませんよっておっしゃるんですけど、絶対影響してると思うんですよ。これだけ販売台数が落ち込むってことは、月によって値引き額っていうのは大きく変わってくると思います。営業さんは関係ないって言うんですけど、で5月になると4月で落とした月間販売台数をやや戻してきますね。でまあトップ4は変わらずですね、 Nbox、 スペシア、デイズ、タントと。意外とホンダは Nbox だけかなと思ったけど、チラチラ N ワゴンも入ってきますね。この時の N ワゴンはまだフルモデルチェンジしてないです。そして6月に関してもトップ4は変わらずですね。ここで N ワゴンが消えて N1 が入ってきますね。フルモデルチェンジ前なので買い控えされたのかもわかんないです。でまたさらに月間販売台数も平均的に伸ばしてきている。で7月に関してもトップ4は変わらずですね。特筆すべきことはなさそうです。そして8月はなぜかホンダの Nbox だけ月間販売台数がめちゃくちゃ減ります。6000台くらい減ってますね。なんででしょうか。 N ワゴン関係してるかもしれないですね。ホンダの N ワゴンがフルモデルチェンジして第6位に入ってくる。6958台、 Nbox のシェアを同じメーカーホンダの N ワゴンに取られてるっていうことなんですかね。そんな感じですよね。だって他のメーカーの数字そこまで変わってないのに、ホンダ Nbox だけこれだけガツンと落ち込んでる。その落ち込んだ分がただ単にホンダの N ワゴンに流れたと。もしかしてそういうことなのかもしれないですね。で上半期の決算の9月はガツーンと販売台数が上がってます。 Nbox に関してはもう3万台近く売り上げてますね。でタントも2万台超えてますし、日産デイズももう少しで2万台と。スズキに関しては結構安定してますね。もしかしたらスズキは本当に決算時期関係ないのかもしれないです。どの月を見ても安定した販売台数になってる気がします。まあとはいえ1万5000台なのでガツンと上げては来てるんですけど。で10月が一番ガツーンと販売台数が落ち込んでます。これは9月の反動だと思います。トップ4は変わらずですね。他のメーカーがガツーンと落としてきているのに対し、やっぱりスズキのスペーシアに関してはあんまり落ちてないですね。12433台なので3000台ぐらいしか落としてないと。まあ Nbox に関しては10月半分ぐらいになってますからね。13000台ぐらい落としてるんですけど、スズキは3000台しか落ちてないので、スズキはどの時期に買っても確かに同じなのかもしれないです。で直近の11月ということになっております。はい、今回は以上になります。今度は普通車の販売台数も見ていければなと思います。ということで、また何かの参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いします。